株式会社ビッグモーターは、中古車の売買を中心にした中古車販売会社。販売から、買取、車検、修理、板金塗装、損害保険、リースなど、自動車に関することを全て自社で100%対応する、ワンストップショッピング型の店舗を西日本を中心に展開している。2005年4月25日、関西地区の老舗の中古車ディーラーである、 花店に資本参加し、グループ参加に収める。2013年10月以降、フランチャイズ店舗を除く花店直営店舗の店名を、8710からビッグモーターに変更。CM キャラクターには、俳優の西村雅彦を起用していた時期もあったが、その後スタッフ出演の CM を経て、大森直也佐藤龍太が起用されている。ラジオ CM では、 カビラ自衛がナレーションを務めているものがあり、主に FM ラジオのスポット CM として多く放送されている。令和2年10月時点、オープン準備中の店舗も含み以下の都道府県に出店している。FC 店は株式会社 BM ホールディングスによる運営。2016年12月4日に産経新聞がビッグモーター社内で自動車保険の契約について、 月間目標額が定められ、目標を下回った、販売店の店長が上回った店長に現金を支払う観光があり、会社側は各店舗の分配表を作成しつつ、店長間のやり取りを黙認していたと報じた。これに対し、ビッグモーターの顧問弁護士や総務部の担当者は、分配について社内に規定はなく、会社と関係なく店長間で、 慣習的に行われていたと事実を認めた上で、会社からは一切強制していないため、違法性はないと認識している。拒否できない空気があったのであれば、会社として配慮すべきだったかもしれない。不満がある店長がいるくらいなら、現金授受をやめればいいと、店長側に伝えたと話した。 2017年2月26日には同じく産経新聞が関係者の話として2015年6月に全社員宛て送られた金重社長名での社内メールに保険選手権大会に関してとのタイトルで罰金を払うということは店長としての仕事をしてないということだ。罰金を払い続けて店長として恥ずかしくないか。過去に一人当たりの増収額を 全員店長に質問したところ、50万円なら可能というのでそれなら25万円なら間違いないねということで、月額25万円を基準にスタートしましたとの記載があり、金重社長自身が設定に関与したことを示す内容があったと報じた。同社は、産経新聞に対して20日付の文書で、会社としての関与という質問には、2016年12月の 記事に対する取材で説明しています。不適切な罰金であると考える方もいらっしゃることも、踏まえ、店長官での行為としても中止させていますと、回答した。営業成績で現金やり取り、中古車大手ビッグモーター産経新聞12月4日、店長現金やり取り中古車業界、背景に、保険契約めぐる。 激しい競争産経新聞12月4日店長に罰金社長が指示か監修と説明も社内メール記載ビッグモーター社保険のルマ産経、新聞2月26日株式会社ビッグモーターによる当社株主に対する株式等売り渡し請求を行うことの決定 当該株式と売り渡し請求にかかる承認を呼び、当社普通株式の上場廃止に関するお知らせ。ありがとうございます。